気軽に来れるスペース作りを始めて、何かこうただ集まって何かをするっていうのも大切だし、こう人を認め合うっていうことで自分がやりたいことを人と認め合えるような場所、そこでこう元気になれればいいなっていう思いを込めて、つながる、表現する、元気になるっていうコンセプトで、月に1回ワークショップを2012年の9月から始めました。はい、ワークショップは、いろんなワークショップをしてるんですけど、子どもたち向けにはあのアートワークっていう、こう絵なんか描いたりとか、あとは体を動かしたりとか、まあ、粘土とか段ボールとか、そういうものを使って自分自身をこう表現すること、なんか思いっきりなんか発散したりとか、まあ、なんかすごい大きい絵を描いたりとか、段ボールで家を作ったりとか、そういうようなこうアートをツールにして自分自身を表現することで、まあ、発散、癒し、解放っていうようなことを目的として子どもたちのアートワークはやってて、あとお母さんたち向けにあのカルトナージュ作りとか、まあ、そのもの作り、なんか習字、あと書道やったりとか、あとはビジョンワークっていう、こう、まあ、自分自身と見つめ合って、まあ、コラージュ作りとか、未来をちょっといいイメージをしてみようとか、そういうようなワークショップを通して、お母さん方もこう明るい未来というかをみんなで描いていけるようなワークショップを今やってます。今の福島ってすごくいろんな思いを持って、危ない、危険っていう声がすごく、本当にいろんな声が放射能に対して聞かれてて、状況も違って、なんか離れてしまっている状況もあると思うので、本当にいろんな人がそういう放射能っていう言葉なしにつながれる場所にしていきたいなっていうのと、それプラスやっぱり自分自身が輝いて生きていけるような場所にしていきたいと思ってるので、まあ、そういうワークショップとか、まあ、疲れてたら癒し、あのマッサージとか、そういうようないろんなことを通して本当に自分がしたいことをするとか、そういうような場にここがなっていけたらいいなと思ってます。いじまる家をいろんな人がやりたいことがやれる場所、夢が叶う場所にしたいと思っているので、例えば今カフェをその準備中、キッチンとかカウンターとかはできているので、カフェ私やってみたいなっていう方がいれば、ぜひここを使ってやって、まあ、週1とかどういう形でもいいのでやってもらえたらいいなと思って、でそれでみんなで一緒にご飯を食べたりとか、まあ、そこから新しいものをどんどん生み出していけたらすごく嬉しいなと思っています。